久保さん、R34 のお問い合わせがありました。えー、インスタ経由なんですけど、ちょっと、あのー、詳細聞きたいと。で、まあ、電話しましょうってなって電話したんですよ。そしたら、あの、外人でしたね。<laughs> 外人。なんかね、日本に来て10年以上いる、11年ぐらいか。で、なんかあの、日本車買って海外に流してるらしいんですけど、 あの、びっくりしましたね。外人と話すっていう <laughs>。そう。まあ普通に日本語のメッセージにやり取りしてたんで、あれだったんですけど、まあインスタのアイコンも別にその外人ってわかんないし、日本語で書いてあったんで、びっくりしましたね。あ、なんか LINE のアイコンがなんか外人で、あれこれ絶対日本人じゃないよな、みたいな。あとね、あと他にも2件ぐらいい合わせきて、また連絡待ちなんですけど、 ま、何が言いたいかっていうと、SNS を活用しろって話ですね。<laughs> はい。そう。まあ、あの、お金の問題っていうのはね、あの、一生付きまとうので、逆に言うと、お金が稼げるようになれば、あの、その問題はクリアできるんですよ。で、この問題をクリアしない限り、ずっとその問題は付きまとうし、で、まあ、僕と久保さんも、まあ、久保さんは今隠居してますけど、未だに SNS ね、あの、使い倒してます。で、僕も、 あの、無料のものをね、使い倒してます。久保さんなんか1万サイト無料ですからね。神竜。神神竜の神にしときましょうか。久保、神竜の神みたいなね。そう。<laughs> まあ、その、久保さんも借金したことあるし、僕も借金したことありますけど、やっぱりね、お金がないっていうのはね、しんどいですよ。お金が憎く,くなるし、うーん、なんだろうな。 お金が苦しいし、だけどお金が稼げるようになると、あの、お金で救われている、うん、いろんなものが救われている選択が広まりますから、だからやっぱお金がないとね、えー、結構ね、これ人生において一番大事だと思いますよ、お金の問題に関しては。うん。で、その一、自分、あの、人生で一番大事な問題に対して、こう、向き合えたっていうのはね、まあ今後向き合ってきますけど、 すごくラッキーだなと思います。多くの人は人生で一番重要な部分、お金の問題に対して向き合ってない、真剣に、そしてそれをクリアしようとしない、うーん、なん,なんとか、なんとかなるだろうとは思ってないかもしれないですけど、やっぱ社会が作ったレールでね、まあ就職して、まあ給料をもらってっていう生活をしてるんだけども、それが旗。 あの、リストラになりました。コロナで店潰れましたってなった時に、もう多重打ちできなくなる。うん。だからこれからの時代っていうのは、まあ人口もね、日本の人口がもう減少してるわけですから、あーそもそもその流通ですよね。がなくなってるわけですよ。だからのインターネットっていう、まあ、インターネットももうリアルになってると思いますけどね。うん、みんなスマホ見てますから、どこに生きてるのか。 うん、ネットは昔まではそのバーチャルみたいなイメージありましたけどもはやネットが全てであるとネットがリアルであるっていう世界観になってきたんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、多分今スマホなかったら生きてい生きてはいけるけどもスマホなかったらきつないですかっていう話でもうスマホ依存ネット依存っていうのはもうこれはあのー、なんだもう回避できない問題ですから てか、共存。こ with, with みたいな言葉ありますけど、with ネットですよね。もう。これはもう、もはやもう、仕方ないことだし。うん。これからの時代はね、ネットを使って、あの、お金を稼げるっていうスキルをね、手に入れた方がいいと思いますよ。いってらっしゃい。